おはようございます。まだお昼ですね。久しぶりのショールームです。イエーイ。ん？声聞こえる？まだちょっといないんですけど、ちょっと最初はじゃあね、今髪の毛直しに行ってるんで。こんにちは、ありがとう。昼間なのに。お仕事とか学校とかないんですか？ん？みんな今何中ですか？やっほー。仕事、あ、昼休みか。よかった。さっきまでこの人と打ち合わせをちょっとしててね、あるものの打ち合わせをちょっとしてて、あ、それが終わるのがお昼だったから12時半からにしましたね。打ち合わせしてたもんね。来た、今始まったばっかりだよ。あった、アイロン。あったんだけど、なんか3個ぐらいあったの。2つコンセントがちょっと違ったの。どういうこと？違うんだよ、コンセントにはまんないサイズのコンセントで、はずき初めて見た。意味わかんない、それ。誰かわかりますか？向井、瑞希って声が多いんだけど。嘘、なんでだろうね。声似てないよね。今目薬してます。ハジュ、ハジュ、そう、ハジュです、ハジュ。イエーイ、イエーイ。久しぶり、ショールームね。ちなみに授業中だけどちょっと見てますって人いますかね？あ、来たー。イエーイ、イエーイ、イエーイ。そっか、みんな学校か。そうだ、今日平日なんだよね。そう、平日なんだよね。平日の真っ昼間にショールームをやるって真っ昼間だけどいっかってね。なんでこっちにしたの？ん？コメント見えるでしょ。でも見える。学校終わった。仕事中だけど見てる授業中バレないように見てますバレたらダメだよ。みんな悪いな。みんな悪い。イヤホンしてんのさ、まあ、いいことだ。いや、なんかさ、授業中さ、イヤホンしてがバレないようにするみたいなのさ、こうやってさ、イヤホン、そう、イヤホンここに、こっからイヤホン出してこうやって、いや、なんかさ、言わなかった。やってた？やんなかった。うちも全く。はずきいい子だったから。うちもいい子だった。ね。だって怖いもん。厳しいもん。怖いね。厳しいよね。あの、模範となる生徒だったから。私も模範ではない。模範ではないから。模範ではない。嘘ついた。そう、この前学校行ってきたんだよ。ね、いいよな。行ったよね。はずきに何か いっぱいね、写真送ってきた。 その日の出来事はいつもはずきにメールしてるから。そう、嬉しい写真いっぱい来る。超綺麗。綺麗だよね。それではずきも次の日、じゃあ行くわとか言ってねんちゃんに言ったけど、結局行かなかった。昼間寝てたんだよね。そう、寝てた。ちょっと寝てる。なんかさ、サンプルの食べたやつあるじゃん。うんうん。あの、なんかあの後にそのなんで食べたのみたいな話したっけ、うん、え、なんだっけ。なんか先生対私たちで5人ぐらいで、うん、なんかなんで食べたのみたいな、うん、生活指導してるなって。それで全然模範じゃないでなんて答えたか全然覚えてなくて、うん、この前なんか久しぶりに先生に会って聞いたんだけど、うん、めっちゃ覚えてたから、うん、聞いたらなんかみんな、うち結構最後の方だったら喋んない、うん、5人中ね、うん、どうしよう、言うことないしって思ってて、うん、そしたらなんかみんな、なんか捨てんのがもったいなくて食べましたとか、うん、なんか美味しそうだったから食べました。なんか私は本物かどうか確かめようと思って言ったらしい偽物だったらどうすんだよ。もう死んじゃうからね。本当に理由がないから、普通にただ食べただけだから。理由なんてないよ、ね、理由なんてないから、食べたい、どうしようって思った時になんかそれが思い浮かんだっぽくって、当時の私は
れんちゃんの中高生時代ってめちゃくちゃ面白いね。だって絶対一緒の学校だったら面白かったよ、ね、それな仲良くなってたよね。仲良くなってた。なんかさ、みんなが同じ学校だったらって考えない？あー確かに。私はたまみとは仲良くなってないと思う。たまみとも喋ってた、そうやって。あーたまみね。多分今だから、今ここで一緒に活動してるから仲いいけど、うーんって感じ。確かにね。お気に入りの服、お気の毒お気の毒じゃない。たまみと仲いいよ。仲いい仲いい。なんか仲悪いみたいになってた今。不仲説出ちゃうから。出ちゃうから、すぐ出ちゃうから。仲いいです、すごい仲いいよたまみと、うん、最近会ってないけどね。今日会うんでしょ。今日会う。今日梅とたまみと会います。いいね。いや、はずきも行きたいけど。来る？じゃんじゃかしてくる。あ、そうだね。じゃんじゃかしてくる。路上ライブしてくる。路上ライブしてくる、公園で。はずき今日で、今日路上ライブするそうです。どこでやるでしょう。え、目大丈夫？目なんかあった？あ、目なんか最近めっちゃ腫れちゃってさ。マジ？ね、はずきもなんだよね。なんかね、はずきのモバメ撮ってる人分かると思うんですけど、はずきの目がパンパンに腫れた時があって。1日、うん。でもなんか朝起きたらめちゃくちゃ誰か分かんない。両方、パンパンになって。どんな感じ？ないの？写真ない。ないんかい。モバメでもらって、でも全部消してるからさ。あー、うちも消してる。だからパンパンって書いてある。晴れ月、晴れ月、晴れ月。ね、久しぶりだから、なんかどうしたらいいか、なんかね、雑談で終わりそうだよね。そう、なんかネタ考えとくとか言って。でもなんかいつぶりショールームやんの？今年入ってやってないかもしれない。やったかな。ああ、星の王女様の時やったか。あ、そうだ、今日。あ、今日そう、星の王女様、TBS チャンネル1で午後11時から舞台星の王女様が放送されます。イエーイ、イエーイ、キラキラ。見てくれる人、おーい、お、お、お、いる、ありがとう。お、録画したよ、だって。お、嬉しいね。お、みんな、おつ、あ、おつの彼様って懐かしいね。懐かしいね。あれ、今日何日だ？ん？今日？8日。8日か。15日はなんとか前に行かなきゃね。あ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんとか前にあったよね。氏神参り。あ、それそれ、教えてもらったもん ね。 そうそうそうね。一回行った。あ、行った、うん、行けなかった。なんかね、涼しい季節だったからね。うん、舞台終わってから、うん、舞台中、あ、稽古の前、うん、清々しい気分だった。風が良かった。良かったです。なんかすごいさ、今の何、何このコメント。なんて読むのこれ、わかんない、読めないコメントが。みんな見てくれるの？あ、春日井行ったよって。春日井、春日井は春日井すごかったよね。ね、ね、あ、開けちゃった。すごかったね。うん、いろいろすごかったよ。あ、ほら、あ、オールナイトニッポンもね。あ、そうだそうだね、葉月たちさ、結構さ、一緒に仕事多いから楽しい。そう、今度もあるもんね。そう、楽しみだよね。超楽しみよ、やばい。超楽しみ、超楽しみだよ。本当に夏って感じ。そうかな。そうだっけ。めっちゃ楽しみ。そう、ちょっとドキドキするけどね。ね、あの方にもお会いするんですよ。そうなんですよ。まあ何も今は言えないですけど。いつ言えんだろうね。まだまだ出るかじゃん。まだまだ、そっか、わかんない、全然。ね、見に見たよ、だって。あ、ありがとうございます。あのスクショ、あのオフショット見せて。やばいよね、あれ。めちゃくちゃ面白い。送った？もう終わりとかで。送ってない。あれはマジで、あ、でも、うん、マジで大好評。え、見せる？葉月のミニのオフショットがね、結構 何十枚か、20枚ぐらいあったんですけど、うん、全部面白いんですよ、うん、全部ね。それさ、撮った、撮って次のさ、生写真の撮影だった。あ、そう、あ、そうだね。あ、そうそう、そう、生写真の撮影、アーシャとかの撮影だったんですけど、葉月は午前中そのミニの撮影行ってて、なんかね、来た時びっくりしちゃって、私たちは結構さ、朝からいたんですけど、うん、途中から来てめっちゃびっくりして、何、何その髪型って。そう、なんかオイルでくるくるパーマにされて。面白かった。生写真の撮影前に風呂入った。
あ、お風呂入ったの。そう、シャワー借りて。あ、そうなんだ。もうやばい、これやばいね。見ます、見たいですか。ちょっとね、ちょっとだよ。顔が、これも大好評、みんなに。そんな顔次第で。これは大好評だって、タオミとクリスティが待ち受けにしてね。そうそうそう、タオミだっけ、うん、あとね、マネージャーさんも一人。そう、へえ。見ます。あ、あとミオナさんが、え、この前、うん、一緒に撮った時に、うん、ちょうだいって言って送って、うん、で今多分なんかの画面に、ミオナさん多分何知ってんの、こんな写真があったこと見せた。そう、ハズキがなんか、うん、雑誌の話してて、うん、でこの前こんなことがあったんですけど、うん、だから難しくてって話をしたら、うん、これを見せることになって。やばいよね、これやばいよ。いきますよ、3、2、1。じゃあ拡大しますよ。顔ね、顔。あ、こうやって見てるか。拡大します。でした。もう一個なかったっけ、なんかもう一個ぐらいあったっけ。それが一番わかる。これだよ、これ。これに勝るのはもうないよね。さっきのが強すぎて。そう、あともう一個これなんですけど。なんだから。顔見えますかね。でライト、ライト何？ライト。ライト邪魔。見やすいように多分してくれてる。あ、そうね、これね。あ、ほら。さっきのが強いな、やっぱり。さっきのやばい。やめてほしい、これ。もうマジでやばい。面白いですよね。見れた方貴重ですよ。いや、これがあそこまでなんかまともになるっていうのはすごいと思う。可愛かったよ、でも。すごい。見た？見た。レンカからもねメール来た。うん。可愛かったよ。買った？買った買った。おお、よかった。そしたらいっぱいメイク道具ついてきた。あ、マジで？うん、使いな。使う。いや、男性の方どうするんだろうって思って。あ、そうだ。葉月のファンの方メイク道具が手元に。メイク道具どうする？使っちゃう？使っちゃう？面白い。グレタだ。ブログに載せてだって。いや、ダメだ。今見た人限定なんで。そうだよ、限定だよ。まあね、スクショはいくらでもできるから。そうそうそう。いや、めちゃくちゃ面白い。まあ、見せてあげてください。あ、これ何か起こりますか、これ。あの、俺もある日突然持っててびっくりしたね。鏡なんですよ。そう、鏡なんですよ。鏡に使うって。どこなの？どこが映ってる？わかんない。そう、せんべいみたいっていうか、せんべいなんですよ。せんべいなんですけど、なんかおせんべい可愛いからおせんべいに鏡埋め込みました。あのメガネ持ってきてないの、赤ちゃんの。あ、持ってないんだよね、今日は。持ってくればよかった。モバベに載せたんだよね。載っけた。私がモバベで載せたらあれはね、うん、あのさずきそのソロの写真、うんうん、ヨダもなんかちょうど同じぐらいの時間に、うん、同じ日にさ載せてたらしい、モバミ。そうそう、アンジェラね、あれやばいね、うん、なんかメガネ、いつものなんか変なメガネ、普通の変なメガネに、うん、こういうなんかさ、おばあちゃんとかがつけるようなこういうのがある。メガネストラップ、ストラップ、うん、おあれがもうなんか緑で、そ
そうなんかここに赤ちゃんがついてるんですよなんかあれライオンとかシマウマとかあったんだけど、あ、そうなの。そう、やっぱ顔がダントツ赤ちゃんが可愛かったから赤ちゃんの顔よく見たらめっちゃ怖いから、ね、めっちゃ怖いね。めっちゃ怖い。可愛かった。しかもヨダが写真撮ったのにこっち見てて赤ちゃんがヨダのカメラの方を見ててみんなでこっち見たよ写真見てる時こっち見なって言いながらめっちゃ面白かったよね。面白かった。テスト終わった。お疲れお疲れお疲れ。あ、もう期末テストぐらい早くない？でもいや私の学校もう終わったよ。早っ。うん、面白かったな。あれ孤輪星ってどこにあるか知ってる？どこだろうね。あれじゃない？え、なんか高知県とかどっちの方でしょ？違う。え、違うよ。さなえちゃんの星の近くにありそうじゃない？確かに。ああ、確かにありそう。すごい光放ってそうじゃない？いけないわ。あ、今日ライブの当落らしいよ。え？え？今日当落発表。神宮？全部？全部かな？わかんない。へえ、当たりますよ、ね、みんな。でもなんか当たるんじゃない？ん？当たるかな。当たるよね。規模大きいもんね、うん、なんかさ初めての試みだからなんかさどうなんのかもさ私たちも分かんない。いや特にね神宮のやつなんて想像できないよね、うん、そう。雨かなちょっとやだよね。雨雨かもしれない。雨かもね。三期生雨女多いからめちゃくちゃね。なんかさっきもさ思い出した撮影の時のあね、雨だった。あれね、話してて雨だったよ ね。超寒かったしね。寒かったっけ。なんかあのさあのいつだっけ12月だっけ。何が？そう、さっきの。え、全然だよ。去年の4月とかだよ。そうか、去年の4月とかのブロディさん。そう、ブロディさん全員出て、セブンネット限定の表紙のやつ覚えてます？3期生12人が表紙のやつ。紫の。そう あ, あれさ山手線にさ、うん、いっぱい広告出てたよ。そうだっけ。そう、おいるって思って覚えてるかも。めっちゃ嬉しかった。アンダラ、そう、アンダラの話しよう。あ、そう、アンダラの話しようって言ってたんだよね。そう今日。あ、これ見えない見えない。事故。あ、いや光って。セーフ。アンダラの話しよっか。じゃあアンダラ来た人。うんうん、お、いっぱいだね。いっぱい来た。今このショールームに来てる13,397人の中の1万人が来ました。1万人が来ましたね。お、ありがとう。ありがとうございます。大盛況でございますね。そうですね。どうでした？え、もう楽しかったよね。楽しかったよね。どうでした？あ、僕はクーラー派です。だっておい、ダメだよ。おい、あのさ、千秋楽でマーヤさんがさ、うんうん、私はなんだっけ、クーラーより扇風機がいい。違う、扇風機。あ、そう逆言っちゃったんだよね。というかもう2回も待って、分かんなくなっちゃって。めっちゃ面白かった、ね、あれ毎回結構楽しみだった、うん、マーヤさんすごかったね。すごかった。そう、なんか扇風機のコーナーで夏、なんか今回春夏秋冬ってなってね、うん、コーナーがね。で夏コーナーの最初が扇風機だったんですけど、うん、その前の MC 終わりに葉月がね、熱っつー、熱っ、あら葉月しかできないよありがとう。熱っつーってもうね、いや面白い感じで出てきて、うん、ね、ドア開けて部屋入ったら扇風機があって、うん、もうつかないんですよね。そう、押してもいくら押してもつかない。壊れちゃってんの。そう、壊れちゃって。マーヤさんが来て、うん、なんかいろいろやるんだよね、うん、なんか押して変な音出てくるんですけど、それもなんか日替わりでね、アドリブで変わったりして、私は見てる側だから、なんか袖から見てるだけだから、うん、そこちょっとめっちゃ楽しかったけど、大変だった？うん、なんかその日によって来てくれてるファンの方が違うから、うん、反応も違うのよ、うん、だからどういうリアクションを取って喜ばれるかっていうのがそこで判断しなきゃいけないから、あ、今日はこのリアクションが受けるからそれを何回かやろうとか、うん、っていうのを考え、その場で考えて。でも最初さ、受けるか不安だったよね。お、やば、めっちゃ不安だった。いや、そうさ、最初日めっちゃ受けたじゃん、うん、お、ね、いけるって思って。そう、毎日笑ってくれて嬉しい。楽しかった、超。
なんか一回めっちゃ面白い時なかった、スリーツーワンバンっていう時が。違う、プーじゃなかった、プーだっけ、あれなんかあってんね。そう、めっちゃ面白かった日ある。めっちゃ面白かった。あとマイクの音が変わると思わなかったじゃん、ね、なんか袖から見てて、あれ今日扇風機の壊れた音変わんないなって思ったら、私が出てきた後のマヤさんにねマイクを向けて喋ってもらうシーンがあったんですけど、マイクの、ね、声が、そうマイクのマヤさんの声だけがたような声、そう変わって、最終日面白かったな。ね、お腹鳴ったんだけど、お腹空いたよね。お腹空いた。朝から何も食べて、そう何も食べてなくないわ。さっき食べた。あれね、あれ大量にもらったもんね。そうなんか一個とあれ半分と思ったんで、めっちゃ量取っちゃった。あ、ついてくる。そう。センターおめでとう。ありがとう。扇風機楽しかった。そう、ね、すごいシュールだったけど、ね、めっちゃ面白かった。あれさ、リハした日と電池いなかったんだよ。そう、最初日いなくって、リハした日、そうそう、初めて扇風機あった。なんか違う仕事あってさ、そうでなんか葉月からな、何これって思って送られてきて仕事頑張ってね、頑張って、イエー、葉月の暖気良かった。あ、センター、あ、そうなんだよね、イエー、嬉しい。楽しかったね。楽しかったね。いやもうさ、パーキングエリア、サービスエリアが超楽しかった、うん、あ、急に変わった今ライブの話するの、急に変わっちゃった。何の話するかと思った。ライブの話続けますか。いいよ別に。難しかった。そう、サービスエリア楽しかったよね。ね、バス移動が楽しいよね。そうなの。なんかその大型のバスで移動してたんですけど、一番後ろの席がね5人席なんだよ、うん5人席をその窓側から私、レンカ、一つ空いて真ん中がね、うん、で、たまみ、はずき、はずきはいつも寝てるからあんま関係なかったまあまあまあ、でもなんかそれで固定されちゃって、固定されて、固定な、うん、なんか自然とね固定になって、いつもね、そういつもなって楽しかった、すごいさ、そのバスで一番面白かったのが私いつもカーテンの方にさ、カーテン潜って寝るんだけど、1日だけカーテン潜んないで寝たの、うん、普通にこうやってメガネ しながら寝てた、うん、そうそう、なんかメガネで何かが触れたのよって思ったらガーンってメガネ落ちて、うん、何かと思ったらタマミの頭がメガネに当たって、タマミ、そんなことあったの。そう、タマミの頭がガーンってメガネに気づいてた、直撃して、うん、めっちゃ寝てたそう、こっちはレンカがもういっぱいこぼしてきて、もあー、ありそう、ありそうそう、まあ許すけどね。年間はね、すごいこぼすもんね。年間こぼす、もうこぼされた、めっちゃね、こぼすよね。牛タン、スルメイカとかこぼされちゃった。え、くそ電車バスでスルメイカが食べてたの。食べてたやだ。めっちゃあの人持ってたから、そう、真ん中の席はタマミとレンカの荷物置きだったんです、うんうんうん、めっちゃくつろいでたよね。ね、椅子も倒してたし、うん、そうね、快適だったよね。うん、私レンカのくつろぎ方めっちゃ好きなんだけどレンカすごいくつろぐよね。レンカやばい、ね、面白い、めっちゃ面白い。なんかもう逆に面白いよね、うん、一周回って面白い、すごいよ。じゃーん、そう、レンタン最近会ってないよね。レンね、会いたいね。体育大会だから、ね、明日会うじゃん。あれ、ん、あ、そっか、あ、そうだ、明日会うね。明日握手会、明日握手会だね。1ヶ月ぶりぐらいだよね。ね、超久しぶり、久しぶり。山本屋だって。お、みんな行った、名古屋来た時。葉月も初めて行った、この前。超美味しかった。あ、舞台の時。そうそうそう、美味しかったね、うん、やばかったよね。やばいよね。もう一回行きたい。うん、あ、でんちゃん昨日行ったとこ何？バーグ。あ、昨日爽やか行ったんですよ。いいよね。そうね、爽やか行ったのってね、写真送られてきて、もう超すごかった。めっちゃ美味しかった。超美味しそうだった。なんか普通の 250g のハンバーグ、げんこつハンバーグと、うん、いいね、いいね、にバーベキューソースで、いいよね。でご飯かパンかだったんだけど、うん、まあ、ちょっと普通にご飯、うん、ご飯じゃん普通に、うん、ご飯だよね。でも全部食べたら、全部食べたんですよ、ご飯もね、綺麗に、うん、でも最後のハンバーグの一口食べたらもうここ量多かったね、ちょっと瞑想してた。そうね、ちょっと量多かったねでも爽やかって静岡になんかいっぱい店舗あるらしいですね。あ、そうなの。あるらしいよ。1個しかないと思ってた。私もなんかさ、静岡のライブ終わった。あ、そうだ、オニオンソースだ。なんでバーベキューソースって言ったんだろう。
オニオン、オニオン、あーいいね、めっちゃ美味しい、めっちゃいい。なんかさ、静岡のライブ終わって、うん、なんかスタッフさんが、スタッフさんたちがこの後みんなで爽やか行くのって言ってて、あ、葉月たちさ次の日すぐ仕事あったからさ、うん、すぐ帰んなきゃいけなかったんだけど、スタッフさん言ってたらしくてね、羨ましいね、めっちゃ行きた、めっちゃ行ってみたかったんだよね。そう、私も初爽やか、絶対死ぬまでに食べた方がいい、いい、絶対行く、絶対行く、もちろん。そう、爽やかやばい。このモショールームやる前にさ、モバメ送ろうと思ったらさ忘れてた。そうそう、三日日みかんもね昨日また買っちゃった ね、めっちゃ面白かったの。あのさ、サービスエリアでさどこのサービスエリアだ、浜松、浜松か、うん、の時にみんなそれぞれお土産買うじゃないですか。だからさ、なんか一人だけなんかカゴの中ジャラジャラ、カゴの中なんかカンカン言ってんの、なんなん、ピャンピャンっていうの、あのがガラスの瓶の瓶と瓶が触れる音ピャンピャン言ってんの、なんうるさいなと思って見たら、でんちゃんのカゴの中になんかみかんのジュースがめちゃくちゃ大量に入ってて、いやこの人何しに来たのってでバス乗った時もそう、めっちゃこんな重い、重い、重いし、めっちゃ重い、めっちゃ、でもまだ一個も飲んでない飲んで早くなんかいざさ家にあるとなんかあんまり飲みたくないって感じ、いや三日日みかんのジュース、でもめっちゃ美味しい、飲んだけどめっちゃ美味しかったよ。でもめっちゃ帰り重かった、本当にもう死ぬかと思って、うん、すっごい重そう、なんか他のサービスエリアのうちめっちゃ買ってたじゃん、うんうんうん、もう帰りこんなんで何しに来たんだよ状態で、もう重くて死ぬかと、袋がここら辺に食い込んで痛そう、そうめっちゃ痛かったもん、なんか切符通せないしさ、キャリーもあるからそうね、もう死ぬかと思った、ね、キャリーさ帰り閉まんないよね、閉まんない、量増えるよねなんか、うん、美味しかったよ三日日みかん、美味しかったな。うなぎコーラ飲んだの、え、飲んだの、あの MC で飲んだ、どうだった、いなかったっけ葉月、 MC 今回一個も出てない、そうだっけ、最初の MC しか出てないのよ、え、なんで、扇風機あるのと、白組、そう、ダンス、ダンス黒組だったし、そうなの、そうなの、胸キュンもやってないし、胸キュンは白しかやってないけど、そう、面白かったよで、うなぎコーラの、うなぎそうだ、全然普通にコーラだった、あ、そうなの、うん、さぞきも飲めるかな、うなぎのエキスがでも入ってるらしい、なに、うなぎのエキスって何、わかんないよ、な、成分、ちょっとどうなのそれってちょっと気になるとこはあるよね、まあ飲んでみてください、ね、2人仲いいの、仲いいよ、ご覧の通り、ハマチ餃子も食べてるね、うん、食べた、食べたね、美味しかった、美味しかった、ご飯会美味しかったね、私家になんかさ浜松そ焼きそば、あれ富士宮焼きそば、富士宮焼きそばさもらったじゃん全員、あれ食べた、家で美味しかった、あ食べた、うん、あれでももうなんかうちまだあるんだけど多分賞味期限切れてる、めっちゃ美味しかったよ、ちょうだいよ、短かったんでしょ、そう、賞味期限短くてやばいよ、なんかさ腐ってるよ、普通にさ食べる、なんかそう美味しかった美味しかったよ、ハマチ餃子、ハマチ、うん、焼肉屋行きたくない、行きたい、でも名古屋行った食べたよね、ご飯会で、そう食べた、焼肉、美味しかったね、塩タンやばくなかった、そうそう、一番美味しかった、え、次の日皮むくんだよ、はずき、そう、うん、すっごい塩だから、あ、そっか、塩タンやばかった ね、ハラミ、ハラミなかったよね、なかったね、ハラミ、ハラミ、ハラミだって、ハラミ、え、なんかでんちゃんに釣られてさハラミって言ったの、うん、この前焼肉屋さんで、うん、じゃあハラミですねって言われて直されちゃった、やっぱり違うよ、ハラミだよと思った、ハラミ、八王子ラーメン知ってる、なんかさセブン、セブンのさ、うん、夏になると八王子ラーメンっていうあれ出るよ、お弁当、へえ、なんか知ってる、ハラミどっちですかって言ったけど文字だからどっちか分かんないんだった、矢印って書いてあるよハラミ、ほらハラミじゃん、ハラミ、ハラミ、ハラミ、じゃあハラミ、ハラミか、ハラミか、え、この横、横は何、ハラミ、ハラミ横難しいな、ハラミ、なんだろう横、あ、ハズキの方だってほら、えぇ、ハラミ、ハラミだよね、軟骨もだよね、軟骨、軟
骨やめて。いやいや、そっちの方がおかしいから。いつもなんかさ、青タンとかさ。青字でしょ。青字だよ。面白い。地味に方言入れてくるじゃん。地味に方言入れてないよ。方言のつもりないんだもん。ね。なんかさ、名古屋って微妙なとこだよね。そう、微妙なとこ。だからね、なまりも。そんななんかはっきりした方言はないけど、うん、たまになまってるみたいな。そうそうそう。軟骨。あとなんかさ、靴だよね。あ、靴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 ですよね。靴だよ。靴やばい。靴っていつも言う。え、靴だよね。なんかみんなにびっくりされちゃった。でもなんかさ、もうさ、定着、なんかその人が言う靴だ、うん、靴ならもう靴でいいみたいな。なんつ、靴だよ。わらわらわらって靴。どっちかわかんない。わかんない。あ、私と一緒。見えもか。結構いる、いっぱい。本当だ。靴？何両方上？靴？靴？あ、そう、でんちゃんだよ。靴？あ、そっか。靴？靴？あ、矢印横は靴じゃない。靴。落ちたら落ち込んでるみたいで。靴。親弁スコだって。あ、スコ。投票ね。まあこれで投票使うのはあれだけど。投票使ったことある？あるっけ。なんか水木のさ、ショールームの時やんなかった、うん、去年のさ、誕生日の時。え、やってないよ。え、やってないっけ。うん、懐かしいね。なんかもう1年なんか投票したくない。やる。え、何すよ。しゃあしゃあ、なんかないかな。うん、なんか面白いやつ。難しいな。むずいね、うん、遊んでみたいメンバーは。だってよりなんで より目やってって。より目できないんで、なんか片方動かないんで、ね、わかるよ、わかる、わかる、うんうんうん、やってみて。いくよ。もうちょい近づける。あ、でもなんか可愛い感じになってる。なんか乾くよね。より目。より目だよ。より目ね。より目だよね。より目。なんか葉月変顔してないよ。なんかね、葉月がね、なんかモバメでさ、なんかちょっと、うん、みたいな写真送るの。うん、全部変顔。多分変顔だろうね。変顔じゃないんだよ。あれは、なんか今あった、なんか今あったよ。なんだっけ、今なんかあった、イントネーション系のやつ。え、そう、そば違う、なんだっけ、どっか行っちゃった。ツインテール。どっか行っちゃったの、うん、あったね。早いからね、流れちゃうね。なんだっけ、服。あ、半袖は。半袖っていうの。いさ、半袖。ほら、なに半袖。え、半袖だよ。半袖だよ。ちょっとね、ちょっと違うね。あ、ユニバ、ユニバだよね。ユニバは、うん、多分ユニバか。大阪の人と。え、USJ って言わない？え、ユニバ長いじゃん、USJ って。確かに。あ、イチゴは。え、赤いやつ、うん、イチゴ。いやなんかそれをね、普通に喋っててお互い何の違和感もなく喋ってるのが不思議じゃない？いちごだよね。いちごだよ。いちご。いちご。いちご。両方言うわ。でも私。いちご。いちご。いちぼか。あ、いちぼだよ、いちぼ。最近ね、私たちの流行りのね。流行ってる。お肉。流行った。私なんか流行ってる。私あんま流行らなかったの。食べたじゃん。ちょっとしか食べ。あ、あれ、なんか少なかったんじゃない？美味しかったよね。美味しかった。いちぼっていうなんかお肉があって。うん、部位ね。そう、部位。すっごい美味しかったよ。たらこは？たらこ。あ、一緒だ。あるさくらんぼは。さくらんぼ。おかしい、おかしい。さくらんぼ。さくらんぼだよ。さくらまでは大丈夫だよね。さくらんぼだよ。さくらんぼだよ。さくらんぼじゃない、落ち込んでんじゃん。さくらんぼ。さくらんぼだって。さくらんぼ落ち込んでるって。ピアノは。ピアノ。あ、ピアノ、うん、フランシスコザビエルは。
ザビエル、ザビエル、モモコがザビエルって言うかもしれない。言うね。モモコの訛りって真似できないよね。ね。どこがね曲がってんのか分かんないから。ユニバ？ユニバ？ピアノ。ユニバ？あれ？ユニバ？ユニバだよ。ユニバかも。え？ユニバですよね。それは大阪の人がユニバなんだって。あ、そうなんだ。じゃあ私たちはユフェスじゃん。いや、ユニバ。あ、ユニバ。なんかさ、セブンイレブンがセブンとさ、イレブン、うん、あれ関西ってイレブンですか？え、違うよ。セブン、これイレブンじゃもう分かんないよね。え、なんか、なんかあったよね、セブンと、うん、セブンとイレブンでしょ。え、関東がセブンで関西がイレブン。あ、違う、セブイレだ、セブイレ。あ、セブイレか、うん、ああ、そういう感じね。あのセブイレだ、名前と名字くっつける、セレブみたい。なんかセレブみたいなね、セブイレ、本当だ。へえ、セブイレって言うんだ。シャンデリアありそうだね、セブイレは、ね、ありそうだ。文字、文字ちょっと意味わかんない。マクド、え、曲がったよね今携帯。曲がった。お腹すいた、ね、これからにね行くんだよね。どこに？下、わかんない。ご飯食べに、ご飯食べにね。そう、行くね。さっきね行こうって喋って言ってたんだ。シチュー、あ、シチューって言うよね。シチュー、シチュー、え、何言わない？シチュー、え、シチュー、シチューだよね。シチュー、シチュー、シチュー、シチューはこれじゃん。あ、これか。もう分かんなくなるよね。なんかさ、雨はさ、うん、日本語で雨、雨が降る雨と食べる雨があるじゃん。うん、うちね、雨。どっち、どっちとかついてるの？どっちですか？どっちですか、それ。降る方が雨。雨でね。食べる方が雨。一緒。逆になんないよね。うん、取らない。英語がさ難しくない？うん、だってなんか英語って同じこと言うのもあるじゃん。芝生って英語でなんて言う？グラス、持つグラス、こうやって飲むグラス。あ、グラスじゃん。そういうこと、ね、難しくない？確かに。ちょっと発音が違うんじゃない？違うんだ。あ、そうなんだ。発音ネイティブの方々じゃないと、うん、分かんない。難しいんだよ。そうそう。はずきさん、メガネのストラップあるかもしれない。持ってきてよ。私もメガネ作ったんですよ。ね、一緒に行きたかった。名古屋だって。でも。牡蠣と牡蠣、牡蠣だよ。ないぜ。ないんかい。写真ならあるけどね。あの？写真でいっか。なんか話して。はずき？うん。なんだろう。なんかアンドライブの話するかなって思ったから。脱線しちゃうね。ね。いや面白すぎて本当に。アンドライブで。一番美味しかったのがどこだっけな、新潟の米と、あ、米やばい。え、なんかさ、やばい。え、素材の味で美味しいってすごくない？なんかさ、お米って違いが分かんなさそうじゃん。うん、分かるよね。分かる。なんかうちがじゃあコシヒカリ食べたじゃん、うん、でうちで秋田小町食べるともう香りが全然違う、うん、へー、分かる、すごい。そうなんだ。コシヒカリめっちゃ食べちゃったね。美味しかったよね。超デブだ。でさ、毎公演さ、ライブ終わった後にみんな帰る時になるとおにぎりがさ、うん、かわいいんだよね、顔がついててね。めっちゃかわいいの。それをスタッフさんがね、私たちのライブ中に作ってくれてて、うん、めっちゃかわいかった。写真撮って。5個ぐらい食べた。あのさ、めっちゃさ、こうやってなんかわしづかみにしてポッキ突っ込んで、暗闇のバス、泥棒だ、泥棒、バスの中で食べるの。泥棒や。そう、美味しい、めっちゃ美味しかったよ。はずきはおにぎり泥棒。そう、れんちゃんはお菓子泥棒。お菓子、あれ、飴ね。あ、棒ついた飴。好きな味しか。そう、なんかね、例えばさ、いちご味、ソーダ味、グレープ、グレープ、メロンとかあるじゃん。
味がなんか何個かずつ置いてあるとするじゃん。そしたらでんちゃんソーダ味だけ全部取ってくの。もうソーダ味なかったかのようになってるから。もともとありませんでしたってぐらい感じで、もともとありませんでしたってことにすればいいやって。そうそう、で全部取ってくからなくなっちゃうの。だからね、葉月とでんちゃんって好きな味がね同じなんですよ。え、同じ、うん、だってでんちゃんがいつも取ってくやつ、葉月超食べたいやつでもね、いつもないの。だからあいつまた取ってきた。賢い取り方だって。確かに賢い、うん、確かに。お弁当でさ、レンコン食べたい時全部食べればさ、バレないよね。あー確かに。全部のお弁当からレンコン抜くの。あー前なんかそれでやろうとしたな。やろうとしたよね。なんだっけ、 MV の時かな、卵焼きとか。あさ、おにぎりにさ卵焼きと唐揚げついてる時あんじゃん。うん、そうそう。じゃあ なんかさ、時々メキメキの MV の時にさ、うん、朝来た時になんか卵焼きとなんかすごい美味しいさ、コロッケじゃないけど、あーメンチカツ、メンチカツじゃ、なんかチーズと大葉が挟まってて、 あれがめっちゃ美味しくって、でまたあと5個ぐらい余ってて、それ卵焼きと入ってたんだよね、うん、そうそうそう、卵焼きとそれが入ってて、その箱にね、うん、あと5個ぐらい余ってた時に全部食べて全部で誰か誰だっけな誰かがなんか誰だっけ忘れちゃった、卵を全部食べて、リリアリリアだっけ、リリア卵めっちゃ食べるからねまさかの、えっと思ってめっちゃ面白い、めっちゃ面白かった。急に寒くなったよね。え、そう、え、あれ寒くなったかと思った。リリア卵大好きだからね、ね、リリア頑張ってるから、もともとなかったこの、ね、なかったかのように全部食べて、ね、食べちゃうから私たちのやり方、リリアもそれをやってた。そう、私がそれを食べたから卵が残ってんの、うん、卵でリリアがやるんで、もうなくなっちゃっためっちゃ面白かったな。アンダルの話はなんで脱線するんだろうね。なくなっちゃった。なんだっけ、何喋ったっけ、うん、なんだろう、アンダル一番面白かった、楽しかったさ曲は、なんだろうな、楽しかった曲、私嫉妬の権利、あ、好き、楽しかった、めっちゃ好きだった。あ、浴衣とかロマイカとか楽しかった、ね、あーロマイカ、ね、投げた、輪投げ、投げた、輪投げ取った人いんのかな。あれでもたまに入ってたよね、サイリウム。そうそう、サイリウムをこうやって掲げて私たちが輪投げ投げるんですけど、そんな飛ばないんだよね。そう、そんな飛ばないの。だからめっちゃ前の人だけ。そう、リハの時一番最初にその現地でリハした時は通路のところにちょうど落ちちゃってそうね、私ね、その時に目撃した面白いのがね、うん、みんなこうやってやってくれんじゃん、うん、サイリウムこうやって立ててくれんの。さ、もうさ、あの隣同士のサイリウム2本にポって入っちゃってて、周りがこうやって取り合いになって、もうどっちも取れない仲良くしてめっちゃ面白かった。それ見たんだ。そう、2本に入っちゃった。すごい。こういうこともあるんだねって思った。確かに。あ、2万人だって。おお、ありがとう。ありがとう。イエーイ。嬉しいね。葉月とデンのユニット見たいって。あ、なんだろうね。何やりたい？面白い系だよね。うん、面白い系の曲って何？あのさ、あ、うん。何？いや、なんか面白い、なんだろう。あ、葉月のメガネの写真。ね、2万で買った中古のバイクなんだっけ？何それ？歌？うん。白石さんと橋本さんのやつ。バイクなんだっけ？孤独なんとかだっけ？孤独兄弟？あ、違う。あ、孤独兄弟？うん。あれ孤独兄弟だっけ？そう、孤独兄弟やったら面白い。やめようよ。なんかさ、一回さ、乃木ビンゴのさメイキング、ん、あー、やってたよね、うん、梅とクリスティだっけ。あ、そう、やっててすごい良かったよね、うん、あの二人、私たちがやったらなんか、あ、めっちゃ孤独兄弟って並んじゃった、うん、めっちゃ孤独兄弟って並んじゃっためっちゃ並んじゃった。無表情ね。あ、恋はいつでも無表情ね。ダンス好きよ、これかわいいよね。かわいい。パロディーって何？まあいいか。まあ、うん、まあいいんじゃない？まあいい。まあいいか。かわいかった。まあいいか。まあいいかだっけ？え、そうだよ。まあいい。善悪のやつめっちゃかわいかったよね。ね。
大学で最後ギネスやったもんね。あーやってたね。なんだっけ、鉛筆立てか。鉛筆立て、やってみたい。やりたいね。ギネスしたい。なんかギネスに挑戦したいよ ね。なんだろう、でもほんと些細なことでギネスになるから。確かに。なんだろう、なんだろう、ワンコそばでギネスいけるんじゃない。いやそれはやばいって。いや無理だ。お腹空いたよね。うん、めっちゃお腹鳴るじゃん。ギネス目指したいな。なんかやりたいね。なんだろう、玉ねぎ1個早食いだって。口臭くなりそう。めっちゃみじん切りとか。みじん切りなら。みじん切り超適当なんだよね。私もできない。なんかね、なんか結局形がみじん切りになればいいから、最後に切ってもこうやってやればみじん切りだから。そうそうそう、ハズキもそれやる。全然普通にみじん切りね。え、グーグー聞こえるの、ね、食べながらやりたいけどできないよね、ハズキたち。うん、食べながらできないんだよ最近ね。自分でね服とか作ろうと思ってんだ。好みのがないから。帽子とか。あ、そう、帽子に今日なんか今日真っ黒の帽子つけてかぶってきてたんですけど、葉月がワッペンつけようと思ってんだよねとか言い出して。そう、自分のかぶる、かぶるし、なんか生地から作っちゃえば。そう、なんかやろうと思って。マジかよ。さ、スカートのさゴムの部分あるじゃん、うん、後ろとかの、うん、そこを切ってあの髪の毛のヘアバンドにしようって思って。そのスカートどうすんの。もう履けないやつ。だからなんかいいかなって思って。マジかよ。だって、自分で作った方がさ、うん、よくない。なんか自分の好みの。まあ確かに。ハズキルーペ。ハズキルーペ。今日も見た。うん、見た。いつもハズキだって思うんだよね。だって一回ね、ファンレターの中にね、ハズキルーペの広告が入ってたことあって、めっちゃ折ってあって、何入ってんだろうって思って開けたら、ハズキルーペの広告入ってたね。面白い。いただきました。すごいな。面白かった。超面白かった。デザイン大変。メガネ、ハズキルーペって。なんかね、なんだっけ、さっき見たんだけど。見たのか、うん。なんかね、紫外線カット？赤外線カット？あ、ブルーライトカット。どうなるの？赤外線はちょっと違うと思うけど。なんだっけ。そっか、赤外線。老眼鏡？老眼鏡じゃないかった。あ、老眼鏡？あ、虫眼鏡？虫眼鏡？あ、老眼鏡なんだ。あ、ブルーライトだって。あ、ブルーライト。赤外線は絶対違う。あ、違う？携帯同士でなんか昔、あ、ガラケーだった時に赤外線通信って言って。あったね。やってたよね。それだね、赤外線。うん、拡大鏡か。みんなよく知ってるよね。みんなハズキルーペ使ってんの。うん。手振っていつでも振ります。河川なんかメガネとか帽子のさ、なんかモデルしたい。帽子いいんじゃない。帽子ね、帽子も作ろうと思ってんだ自分で。メガネのアクセサリー作れば、うん、あ、確かに。ここメガネなんだっけ、ストラップ。そう、メガネストラップ。あ、いいね、いいね、作ろう。なんかね、一時期ね、なんか粘土でメガネ作ろうと思って、自分流の粘土買ったんだけど、もうひび入っちゃって作れなかった。え、だってメガネを作ろうとして、うん、レンズは抜く。やば、すごいな。それリベンジしてみなよ。してみる。え、難しいんだよ本当。粘土な、固まる粘土でいいじゃん。重そう。でも紙粘土は割れるよ。そう、紙粘土割れちゃうんですよね、意外と難しくて。図工のさ、能力ない。激ヤバやんって。なんかさ、服にさ、もう着ない服に、うん、T シャツに穴開けて、うん、そっからなんか出したら可愛くない？どういうこと？穴いっぱい開けて、なんだろう、例えば、ね、こういうさ、こういう生地の服をさ、うん、穴からバーンって出すの。ちょいちょいちょい、こうやって何箇所か。え、キモくない？可愛くない？気持ち悪くない？ある、うん、でもなんか今の時代も何でもなんか個性とかに、ね、なるからいいかなって思って。はずき的個性だよね、うん、もうね、ダサくない。ダサいとは言わせないよね。そう、言わせない。だってはずき来たら何でもダサくなる。大体今日の格好はダサいよね、うん、今日なかなかダサいよ。なんでこれで来た、めんどくさ。
立ってみて。すごい。ジーパンです。ジーンズになんか、なんだっけ、しましま。しましま、赤のしましま。なんか、紺色のカーディガン。地味。めっちゃだって来た時思ったもん。今日やばいよね。なんでショールームやるって言ったのにって。今日やばいやって思う。今日朝起きの。あ、そうボーダーボーダーボーダーが出てこなかった。そうそうボーダー。今日ね。モーリーじゃん。確かにモーリーじゃん。面白いよ今日。やばいだって。まあまあまあ気にしないよ。アイドルなのに。アイドルだから。今日デンちゃんっておしゃれ。最近スケスケの服。これ欲しいんだよね。これこの前買ったね。これハズキも買おうと思ってんだ。え本当に？うん。買おうじゃん。うん。このサンダルは可愛い。名古屋帰った時に買った。見えないけど。可愛くない？可愛い。なんか星でサンダル。なんかもう履きやすい。すぐパって履ける。いいね。めっちゃ可愛くて買っちゃった。ハズキも寝坊した時用の服買ったよ。え？ワンピース。すぐ着れる系？そう、すぐめっちゃすぐでもシャッて着て終わりな感じ。寝坊した時に。なんかさ季節によってないその寝坊した時用に楽な服。え？ああでもあるかもしれない。寝坊しないからな最近。ああそっか。昔めっちゃしてたけど。初期の頃めっちゃしてた寝坊。そうね。みんなするもんね。みんなする？一番寝坊しないの誰だ？みんな絶対1回はしてんだよね、うん、あ、ヨダ、ヨダかはいヨダかヨダだヨダしてないか全くしないよねすごいよねしない確かにうーんレンカとかもしないレンカするよするかあめっちゃするよねレンカめっちゃするよね確かにあやがさ面白かったよね舞台稽古中にクリスティもめっちゃするよねそうあやがさ稽古場にいないってしかも結構お昼とかだったもんねそうめっちゃ昼だった電話かけたら梅とか寝てるんじゃないって喋ってで誰かが電話かけたら今起きためっちゃ寝るじゃんと思って遅って思って昼12時とかだったよそう1時とか12時とか面白かったね、うん、みんなそれね結構755してだってああ動画載せたいよねね、はずきたち755ないもんね今面白いのがあったぞなになになにお腹鳴らさない遅刻リスティめっちゃ面白い遅刻リスティ最近会ってないなね私も会ってないなみんなに会ってないね、うん、あと5分くらいだったね早っ30分ぐらいの予定だったのもう1時間経った携帯ケース溶けたんだあそうなんかなんだっけコンロの近くに置いてあったちゃんと喋ってあげてなんかで携帯ケースがね、うん、あダメか携帯ケース今透明のしてるんですけどなんかもともとね黄色のねみんなもう定着しまくってるやつねしてたんですけどなんか最近お料理しててね近くに置いといたのお料理してるとこの近くに携帯置いといたのねそしたらねあの携帯ケース溶けちゃったただれ見たら溶けちゃった見たら溶けただれちゃっためっちゃ面白いその話角っこただれちゃったでも絶対使えないのなんかここがなくなっちゃったからここら辺よく携帯燃えなかったねそう携帯が無事でえ待って同じ私もよくやるってよくやんのどういうこと鍋とケース間違えてんじゃないのそれ卵ケース言わちゃってどういうこと同じよくはやんないよね初めてです多分めっちゃもう稀にしかやんないと思うけど、ね、よく面白いもうたくさんいろんな人がいるねちょっと溶けちゃったから今ね新しいの探し中なんですよ村田捨てちゃったあら真っ黒になっちゃった村田知ってますか村田知らないかなんか村田は手帳型のケースでそうレモンそう水色にそのレモンこんくらいのちっちゃい結構レモンとかパンってかついてんですけどそのレモンの顔がついてんですよね、うん、村田ってつけたそうレモンに村田って名前つけて村田もね黒ずんで捨てちゃったえ捨てたの村田漢字じゃないよカタカナ
漢字はやばい。漢字ない、カタカナ。村田は村田そうそう、やば。なんだっけ下の名前、え、つけたの忘れちゃったよ。つけたの、つけた。すごい忘れたけど、もらった村田。村田面白いな。そう、村田多いな。買おうかな村田。うーん、なんで村田だったっけ。もう村田って顔してたよ。あ、確かに。めっちゃ村田で、めっちゃ村田だったな。見たら、あ、めっちゃ村田。そう、見たらめっちゃ村田。で、名前いるんだよね、結構。名前あった方がだって愛着湧くじゃん。だからうちのあのメガネにもさ、名前つけようと思って近々。あの赤ちゃん。赤ちゃん。やっぱ赤ちゃんも名前つけた方が育つから。やだな、赤ちゃん。だってもう一生大きくなんないじゃん、だって。まあ、気持ちの問題だよね。赤ちゃん見せてないよね。うん。あ、そうだ、見せてない。あ。これこっちみんなこっちみんなこっちみんな、本当にこっちみんないねって感じなんですけど、ほら俺めっちゃハズキの目とか超綺麗なんですよ、ほらでももう赤ちゃんがいるだけどこっちみんな可愛くないですか、これメガネにつけてるんですけど。いや、これ面白すぎる。いや、可愛いんですよ。楽だよ、だから車とかもさ、寝るときさ、うん、取ってこうぶら下げて、あ、パーって寝て、あれなくさないためにつけたんですよ、うん、そう。でもなんか普通は多分老眼鏡とかをさ、うん、使うときにかけるよとかなんだけど、うん、はずきは普通につけた。だっておばあちゃんが持ってるもん、こういうチェーン。おばあちゃん持ってるよね村田ベビーだったよ村田ベビー。村田はレモンだから、ね、村田レモンだから。でも村田レモンって名前じゃないよ、村田なだけで。そう、レモンの顔した。そうそうそう。なんかこの赤ちゃんにいい名前ないですか。なんだろうね、なんだろう。クラタクラタ村田とクラタか。やっぱり顔見てつけないと。マイケル、メッシ、ダイソン、浜田。浜田男の子。男の子だよね、うん、うん。私ペンギンにダイモンって名前つけてた。え、今いるの、そのペンギン。ベッドの上に吊るされてるダイモンはやばい。ダイモンっていうペンギンがいる。やば。なんかね、トールとか勇気とかそういうんじゃなくて、なんかあの顔を見て名前聞いてってなる。あ、なんかあの顔っぽい名前がいいんですよ。そう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 。なんだろうな。いや、難しいね。難しい。やっぱ思いつきなんだよね。ブログの題名もそう、思いつきなんだよね。いっぱい。日の下っぽくないな。ソウル、ソウルって二人並んだよ。すごくない？すごい。すごくない？なんでソウルが出てきたんだ。何が好きなんだろうね。ニコラスっぽくない？あー、わかる。ニコラスっぽいかも、言われてみれば。チコクリスティ面白いね。すごい。あ、ブログ書かなきゃ。書かなきゃ。書いてない、さっき。やば、モバメ送りすぎてさ。そう、モバメいっぱい送っちゃうよね。だからね、書きます。書けますね。今日更新できたらします。え、はずきもじゃあ今日は書こう。何も書いてないメモにめっちゃ残してある。はずきね、書いちゃうタイプ。思いついたら、思いついたらメモに残しておいて後で書くタイプ。あ、もうすぐ1時間かな。あ、ほんと。あ、もう1時間だ。ああ、ね、いつもね、ダンジョンの人読み上げてんだよね。あ、お、いいじゃんいいじゃん、読み出そうぜ。ランキングじゃない。あ、ランキング、コメント決めた。違う。あ、お、お、え、いいのかな。うん、いいんじゃない。何番から、な、何人だっけこれ。じゃあ13から。違う、ここ。あ、壇上か。そう、どうやって見るか忘れちゃった。壇上、これ、これじゃない。あ、それだ。あ、それだ。じゃあ交互に読み上げよう。 OK 抜かれたトゲさん、イエーイ。若葉さん、あ、イエーイ。あ、11月